スノーマンメグロハス、紅白対抗の発言が波紋。インスタ DM に対抗策不足すか旧ジャニーズタレントのリスクに注目。スノーマンのメグロレン、26が11月11日にインスタグラムのストーリーズ機能を更新。その内容が NHK 紅白歌合戦への対抗と受け取る声もあり、いささか世間をざわつかせている。 発端となったのは、メグロの投稿と同日に、スノーマンが11日に公式 X、ツイッターやインスタグラムで大晦日に、スノーマンスペシャルリブからみんなと楽しむ大晦日から、を YouTube で無料制配信する、と発表していたこと。そして、11月13日に NHK から、旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ、のタレントは一組も、 紅白に出場しないことが正式に発表されたことだ。スノーマンが紅白に出場しないことが確定したことで、11日にメグロがスペシャルライブを発表した際、自身のインスタのストーリーで9人とみんなで最高の大晦日にしようね。絶対公開させなよ。俺らを正解にする。と綴ったことが一部から問題視されてしまったようだ。一言も。 紅白には言及していないし、メグロさんに悪意は全くなかったでしょうが、俺らを正解にするという言い回しを、紅白を挑発していると受け取った人がそれなりにいるようで、普段の好感度の高さもあって、メグロさんをフォローする声の方が多いですが、メグロさんにとっては思わぬ事故でしたね。女性編集者、メグロの投稿には、 どういう意図があったのかはわからんけど、挑発ではないだろう、www。一つも、紅白の話してないのに紅白に、挑発投稿を追っておかしいと思うんだけど、自分たちで考えて、事務所の方に許可取って作り上げる生配信は、紅白がないから、なんて言ってないよね。といった声が多いが。 俺らを正解にする発言今知ったけど本当に余計なことしか言えないの。なジム所の置かれている状況を全く理解できてないね。などなど、かなり厳しい声も少なくない。四角 Q ジャニーズタレントのインスタは緩い目黒に限らず、Q ジャニーズでは個人でインスタグラムや X、ツイッターのアカウントを開設するタレントが増え続けている。 個々が自由な発信をしてファンと楽しめる反面、今回のような炎上リスクもついて回るが、芸能プロ関係者は、メグロさんというか大多数の旧ジャニーズタレントのインスタグラムには非常に心配になる部分があるんですよね。と話し、こう続ける。インスタグラムには本人に直接メッセージを送れる DM、ダイレクトメール、機能がありますよね。言うまでもないですが、 コメント欄で好き勝手なことを書かれたら、タレントはストレスがたまる。そして、過激なアンチや厄介ファンには、コメント欄ではなく DM に書き込む人もいる。いくらスルーしようとしても通知は来るし、それが嫌でインスタグラムをやらないタレントもいるでしょう。これは設定で DM を送られないように変更できるんですが、旧ジャニーズ事務所のタレントのインスタグラムは、 大半が誰からでも DM を受け取れるように解放されてしまっているんです。目黒に限らず、木村拓也、51、ヤスノーマンのラウール、20、平イ、ジャンプの山田亮介、30、キャトタンの上田竜也、40、などなど、大多数の旧ジャニーズタレントのインスタグラムは、一般ユーザーが DM をそのまま送信できてしまう。 旧ジャニーズから独立し、滝沢秀明氏41の戸部に合流したヌームバー愛の平野市を、26、山戸 V6 の三宅県44、元 KI2A の北山博光38、欧米全体の公式アカウントも同様だ。近く、国民的彼氏はがっちりガードしている。他方で最初から DM を使いこなすつもりのタレントもいる。へい。 せい、ジャンプのイノビ系33はお仕事は DM までと BO 欄、自己紹介欄に綴っていてこのお仕事は DM までって書いてあるところになんか今までとの状況の違いを感じていろんな気持ちになってるお仕事は DM まではおもろいじゃん今後は普通にその可能性もあるよくよく見るとお仕事は DM でと書いてあってエージェント契約とはこういうこと こういうことを載せること自体たくましくも賢いイノビ君らしくもあるなぁと関心つつちょっとだけ複雑な気持ちといった声が多く寄せられている。旧ジャニーズのタレントで希望する人は個人でも仕事を受けられるエージェント契約の新会社に移る。そのため DM 経由で仕事を得ることも出てくるのかもしれませんが、それを差し引いても誹謗中傷などの DM がタレントに 直接遅れる状態の方が危険に感じます。トップスター、特に女優はこういったリスクを事前に回避するため DM 機能が使えないように設定されていたりするのですが、前での女性編集者、例えば橋本環奈24や浜辺南波23のインスタグラムに DM を送ろうとすると、 このアカウントはすべての人からの新しいメッセージリクエストを許可していないためメッセージを受信できません。と表示され、DM は届かないようになっている。現状飛べではニュームバー、愛の神宮寺ゆうたさん26だけは橋本さんや浜辺さんのようにがっちりガードされていて、DM が届かないようになっています。 こうした DM きっかけでタレントが世間を騒がせるケースも珍しくないだけに、先手を打っている神宮寺さんは、リスクマネジメントに長けている、と言えるのかもしれません。さすが国民的彼氏ですね、全能。送る側にも責任が伴う DM 機能。死に直接コメントできる気分を味わえるのは魅力的だが、当然リスクもはらんでいる。近く、キリリとしてますね。 紅白、太鼓メグロハス、ドキッとする男らしさ、がまばゆいまなざし。メグロは10月25日にインスタグラムに1枚目の写真を投稿。11月1日に投稿した下の写真が最後の投稿である。下の写真が、